仙台イーツてなわけで8月4日の日曜日、仙台の駅前に来ております。今日はね、朝からちょっとデリバリーやってみようかなと思って、はい、そんなノリで今仙台駅に来てますけれども、そう、夜中からね、ウーバーはオンラインにしてるといい単価がねちょいちょいなったり、あとはまあ都内同様ダメ単価も結構なってるんですけれども、そう、いいのね選びつつ、あとはそのメニューも併用してどこまで行くか分かんないんですけど、やってみたいと思います。そう、知らない街のデリバリーって意外とね楽しかったりするので、ドキドキしてね、そう、新鮮味も多かったりするんで試してみたいなと思います。てなわけでスタート。はい、しっかりねカバンも持ってきたよ、愛用の緑バッグ、これで行ってきます。はい、今仙台駅の涼しいところで自走してるんですけども、忍耐と妥協の厳選タイムだね。はい、なるはなるんですけどもね、ちょっとね嫌な単価しかならないので、もうちょい厳選したいなと思います。でもねこのままじっとしててもあれなんで、ちょっとバイク乗ってもう一回仙台城でも行ってみようかな。夕方夜は行ったんですけどもね、この、日が出てる状態の伊達政宗公の像を見てみたいので、はい、移動しようかなと思います。はい、朝もね青葉城来たんですけども、このね青空の背景のこの伊達政宗最高だね。ただねちょっと急車会かな、集まっててとバイクの音がうるさいんでね、早々にちょっと切り上げて去ろうかなと思います。いや最高でございます。夜もいいけど朝もいいね。はい、で仙台のそう見下ろした風景、いや夕方夜とはまた違ういい表情だねこれは。いやたまんねー、来てよかった。朝っぱらウーバー気持ちいいね。なんか道が広くて走りやすい。この辺なんかすごい綺麗だね。なんか大型の店舗も結構あっていい感じ。でもなんか雪降ったらすごそうだな。配達完了と思ったらマジか、東京のクエストではやっぱり仙台反映しないんだね。じゃあクエストなしで数を積んでいくしかないんだね。まあいいや、駅の方行こう。はい、ローソン。おお、この道だったらあれか、電波塔が3本、あ、4本目も見えた。すげえ遠いな、4本目、どうしようかな。おお、さっきはね根元まで行ってたんですけども、まあそんなわけで今ちょっとねウーバー中です。はい、現金払いで噂の診察もらったんですけども、見慣れないな。ホログラムは綺麗なんだけどね、まあ結構慣れるまで時間かかりそうだね。安いね単価。320円。まあでも暇してるよりはいいや、行こう。320円が492円に昇格した。それで朝ごはん食べてなかったのでイカフライ。続きましては月屋水の森店、ここね月屋。こういうトンネル好き。右方向です。トンネル気持ちいい。牛丼待っててね。はい、お次は餃子の王将。あれ？牛タン屋さんは超並んでるけど、あれねえぞ。あ、これ建物の反対側、商店街っていうオチじゃない？反対側抜けれるとこ探すか。あら、かわいい。で七夕祭りのね準備してるよね。なんか明日が花火の打ち上げだし。あ、餃子の東ってここもね気になるんだよな。あった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 、あそこだ。いやこれね本当あるあるなんだけどさ、なんでさ他のやつ稼働してるといいやつがいっぱい来るんだろうね。今ねメニュー受けてるんだけど、そう、ウーバーの4桁がガンガン飛んでくるね。かといってウーバーやってるとメニューの高単価が来るみたいな。ついてないね。いい立ち回りしたいよ。てなわけで次はバーミヤンか、メニューです。ちょうど12時、金が鳴り出したね。さあ、そんな自分はガスト、ガストじゃないや、バーミヤンだっけ、向かってます。
いや、なんかこのね、仙台周辺走り回っててやっぱ面白いし、だんだん道も分かってくる。はい、お次はウーバーダブル行きます。ベトナム料理店か。プラス松屋で1500円、でかいね。行こっか。はい、ベトナム料理1軒と松屋がダブルだったんで3軒のピックアップ完了。これから3軒の配達ダッシュで済ませます。いや、トリプル PPPDDD やっと終わりました。暑い。もう一休憩です。はい、ウーバーの爆裂4桁祭りは終わっちゃったね。320円になっちゃった。で、次はメニューでジョイフル東照宮。東照宮って言ったら日光みたいなイメージがあるんだけど、仙台にもあるんだね、東照宮ってお店が。はい、そこ行きます。だからね、手堅くメニューを積むかギャンブル性の高いウーバーやるか迷うよね。メニュー受けてるとやっぱウーバーが鳴るし、ウーバー受けてるとメニューが鳴るし、もう判断がね、迷うね。ただやっぱりギャンブル性の高いウーバーはそれはそれで楽しい。まあ、ただ4桁っていうのはね、さっきすげえ出てたんだけど、もう一瞬だったのかな、注文が多すぎたのかな、ね、だからまあ状況を見つつうまいこと割り振りしていきたいなと思います。目と鼻の先だ。ここでピックアップだ。はい、お次はウーバー海鮮丼です。いや、しかし本当暑い。そして注文ラッシュが一気になくなったね。だからちっちゃいやつでもちまちまと積んでいこう。はい、お次はメニューで、究極のブロッコリーだっけ。はい、取り行きます。いや、まだまだ暑いな。てか仙台人すごいね。車の数もバスの数もすごい。そして暑い。マジか。仙台パルコ21階。いや、パルコ21階とかじゃなくてよかった、パルコ2の1階だった。シカゴピザっていうお店。ピザ屋どこだ。あ、見っけた、ここだ。今時間的にね、3時27分なんですよ。なんか天気予報見たら4時以降が降水確率 50% で雨が降るっていうから、夜もやろうかなと思ったけど、このまま逃げた方がいい気がしてきた。どうしようかな。もうちょいね、せっかくだからね、その仙台のこの街走り回りたいんだけど悩むね。でもね、空は雲一つない晴天なんだよ。なんだけど、まあ急に雨雲とか来るのかね。まあとりあえずは配達行ってきます。はい、お次はメニューで吉牛です。さあ、これであのメニューのね、ひまたぎクエスト経験値5回っていうのはもうクリアしたから、まあ思い残すことはないかな。はい、吉牛。あれ、看板はあるけど店がねえぞ。あれ、給油終了しました。はい、ずんだスタンドなんですけども、2階3階とね、すんげえ行列なんですよ。なんだけど1階に来たら並んでない。結構穴場かもしれない。てなわけでね、今ね作ってもらってます。でね、この冷凍のやつ昨日ね夜飲んだんだけど、すげえうまかったね。でその他にもね、いろんな饅頭とかね、気になるのいっぱいあるんだけどね、冷たいまま持って帰るのがちょっと難しいので諦めかな。うん、イエイ、出来上がった飲むずんだ餅。よく混ぜてからお召し上がりくださいよって。すげえうまい。なんかね、餅もストローで吸い込めるくらい柔らかいっていうのと細かいっていうのかな。なあ、これめちゃくちゃうめえな。そんなわけでね、今仙台駅の前にいます。4時45分か。さあ、コインロッカーいくらだろうな。結構怖いな。ご利用中のボックスの番号を入力してください。あったよね。はい、電気料金をお支払いください。400円で済んだ、ありがてえ。やった。はい、そのわけでね、今ね5時40分なんですけれども、今日朝からこの仙台市周辺でフードデリバリー、ウーバーとメニューやってたわけなんですけども、合計金額ちょびちょび金額は入れてると思うんですが、11,484円か。まあ途中で高額4桁っていうのはね拾ったからまあ良かったけど、あとは基本、まあ、300円400円500円とか、まあ、ちっちゃいやつをちまちまとやってた感じです。で、今ねこっから大体まあ6時から、まあ、9時ぐらいまではね夕飯時だから、さらにガツンといけると思うんだけど、天気予報を見るとね、4時5時くらいから、40% 50% の雨なんで、ちょっとね雨の中やるのはしんどいので、もう今日はちょっとここで切り上げようかなと思ってます。いや、仙台面白かったな。ちょっとまた来たいな。お、はやぶさ動き出したよ。
いやー、本当暑い。もう夕飯時やりたいんだけどな。まあ、さっきね、ちょうどご飯も食べて、ずんだシェイクも飲んで、ちょっと今お腹満たされてほんのり眠くなってきてる状態なんですけれども、ちょっとまた別の土地へ行きたいと思います。はい、今度はさらにね、ちょっと北上して仙台市ではなく、石巻市行きたいと思います。だいたいまあ1時間半から2時間あれば着くと思うんで、8時9時ぐらいには着くんじゃないかなと思ってます。てなわけで、フードデリバリー編ご視聴ありがとうございました。はい、そんなわけでね、仙台イーツのおまけ石巻イーツです。てなわけで、石巻のね、あ、もう見える見える、あそこだ、あそこの吉野家行ってきます。なるんだね。はい、配達完了しました。夜はね、走りやすくてやりやすくて楽しい。ただやっぱりね、クエストカウントされないのがね、結構響いてるねまあ東京登録だからね、都内でやるとその回数に応じたボーナスが入るんだけど、まあ、仙台は通じないみたい。仙台というか宮城県は通じないね。なので素の状態のままの積み重ねです。てなわけで快活戻ろう。